岡坂信広は日本のアニメーター、スタジオビクトリー代表、島根県出身、漫画家を目指していたが、東映映画部の工業部長を務めていたおじの誘いを受け、1958年に東映動画に入社、カッパのパータロや白ヘビレンなど同社の初期作品に携わった。その後、手塚治虫が最有機の制作に参加したことをきっかけに、 虫プロダクションへ移籍。鉄腕アトムに携わった後、虫プロの下請け会社として、ベフプロダクションを設立して、W3 を手掛けたが、虫プロの経営悪化により、ベフプロダクションも解散して、フリーとなる。その後、1987年には作画スタジオ、スタジオビクトリーを設立し、同社の代表に就任した。1970年代は、 実写特撮作品にもキャラクターデザイナーとして参加したことがある。正義を愛する物月光仮面に参加したことをきっかけに、同じ川内康則原作の実写特撮作品、レインボーマニア、ダイヤモンドアイのキャラクターデザインを担当。その後も月光仮面などの一万年者から、東方の流星人間ゾーン、日活の電撃。 ストラダ語などの実写特撮作品のキャラクターデザインも担当した。ありがとうございます。